い、皆さんおはようございます。5月28日日曜日、午前9時30分を回りました。始めていきましょう。嘘のような本当の輪、ね、ということで皆さん健康にお過ごしでしょうか、ね、本当の輪の輪はお話っていう字、はい、沖縄の輪輪になって健康になろう、はい、そんな意味を込めてタイトルしています。はい、私パーソナリティに土井秀人がお届けしていきますけれども、今週もどんなエピソードね、嘘みたいな、ちょっと驚いちゃうねみたいな話が出てくるんでしょうか。はい、東京からゲストの W.O. イースト、ね、ドクター水素ボトルの北条正弘さん、おはようございます。はい、おはようございます。今週もよろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いします、ね、本日のゲストですね、はい、東京からお越しシカスダンのメイスさん失礼いたしました。メイスさん、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、メイスさんは、沖縄はよくチラチラとチラチラと、まあ、はい、去年も来ました。お、去年は旅行でしたね。旅行で、はい、遊びで来られてどこに行きました？本島をぐるぐるしてでどこでしょうね、あの美ら海水族館だったり、うん、チャタンで遊んだり、うん、まあ、あの気の向くままに動いてたのであまりどこに行ったとかは覚えてないんですけど、まあ、結構もう忙しいスケジュールで、あ、そうでもない、行き当たりばったりなタイプなのであー、なるほどなるほど、はい、あまりこう予定を立てすぎず、あまり組まず、そうですね。あー、そうですか、はい、何回か来られてますか？そうですね、最初は修学旅行でした。おお、なるほどなるほど、はい、いいですね、はい、やっぱりどっか気に入りました？どんなとこ好きですか？やっぱりあの空が広いのがいいですよね東京に行くとやっぱりビルとかが高くて窮屈に感じるんですけど、うん、みーさんはずっともう東京っ子なんですか？東京は5年ぐらいいますね、うん、どこから？熊本です。あ、熊本、まあ、そうですね、まあ熊本市内はともかくとしてやっぱり全然違いますよね。そうですね、違いますね。うんうんうん、あ、分かる気がします。東京ね、ずっと東京のこのね、北条正弘さんと。東京はどこにお住まいなんですか？東京はあの杉並区。ああ、まだね。ですね。あのなんかまだビルもね、ちょっと低くてあれですけど、ですね、ただね、日常ね、はい、僕はもうたまにもう何年か前に北条さんに会った時ぐらいしか行かないんですけど。はい。いや、緊張します。もう東京はい、そうだね、のんびり綺麗な沖縄がね好きだというメイさんをお迎えしてますけれども、はい、メイさんはもうねお聞きして困ることがないとおっしゃってたので聞いちゃうんですけど、うん、困ることがない、はい、ね、大丈夫ですよね、何聞いても、はい、メイさんドキドキしますねって確かにないですけど、はい、今までのねメイさんのまあ人生というか中でこう、うっそみたいな、おびっくりしたなもうみたいな、なんかそういうようなことって思い浮かんだりしますか？嘘みたいな話、うんうん、それこそ、うん、あのこのこれになって、まあ、社長にお会いして、北条社長にね、僕もそうなんですけどなんかね、うん、お導きみたいな。そうですね、だって北条さんに会ってなければこれだって、まあ、皆さん指差しますけど、まあ、そうですね、この子は今あのどういう姿してるかと言いますとね、ペットボトル、ね、先週もちょっとお伝えしたんですが、あのペットボトルの普通のサイズ、ね、片手で持つようなあるじゃないですか、あれのこう、ね、なんてほぼ似たようなあの大きさで、キャップを開けていただいて、そこに、売っている市販の軟水を注いでスイッチを押して、うん、で、チューブがね、加入例なんて呼んでますけども、チューブを鼻に当てて水素ガスを吸引して、まあ、吸引ってもこの数波数波しなくてもいいんですけどね、こう普通に当てていただくと血流が良くなってというものだったりしますけれども、まあね、ちょっとリスナーの方々のために解説したんですが、はい、メイさんはその出会ったのは、はい、ちょ、出会いのエピソード、はい、出会いのエピソードはちょうど働いてたお店でたまたま社長北条さんとお会いして、うん、でこういうものがあるよって、うん、おすすめしていただいたんですね。でその
後にちょっと使い始めてみたんですけど、うんうん、その最初私はあんまり真剣に吸ってなかったんですけど、うん、ちょうど母が強迫性障害というものになってしまって、丸一日コロナの恐怖ですごい怯えてるんですね、うん、例えばお風呂に3時間ぐらいこもってずっと手を洗い続けていて、泣きながら止めてほしいっていうふうに父に訴えたりとかしていて、自分の行為止めたいんですけど止まらないんですよ、うん、っていうのが続いていて、で母に送ってあげたんですね、ご実家に、はい、ドクター水素ボトル、そしたら吸ってると気持ちが楽になるって言ってたんですね、うん、なのでそのまま続けてもらったら3ヶ月ぐらいですね、で元の元気な姿に戻りました。もともと陽気なタイプなので、いや本当にもう診断上というか、はい、お医者様からそういうご病気なんですって言われて、あそうで です、ね、入院もしてましたね。あそうなんですか、はい、だからコロナでねいろんな、まあ、それこそコロナうつが起こったりとか、いろんなことがこう、ね、内面の方に来るような話っていうのいっぱいありましたからね、うん、よかったですね、よかったですね、うん、メイさんご自身はその例えばもう痛いだの辛いだのっていうような状況ではなかった、最初はそうでしたね、うん、でお母様にって言ったら、ね、でもちょっと話が飛ぶようで結びつくのかな、前にね北条さんから伺ったほらうつの、ね、方もねえっていうようなことが起きた事例がある、そうですね、うん、まあ、うつの場合はね脳の血流不足が原因っていうふうに今言われてますんでね、ですから、まあ、水素は体全体の血流が良くなりますから、うん、血流が良くなれば自然に普通に戻るっていうだけのことなんですけど、脳細胞にまで、ね、そうそうそうということですもんね、でね今回のケースもそういうことになりますね、何でしょう、こう落ち着く、落ち着くって言ってましたね、でねキーワードですよね、うん、確かにまあね、体ポカポカとか代謝が良くなってもあるんですけど、うん、心までこうっていうのは、まあ、実は僕自身もそういう経験があるんですけど、ウィンソン自身も今は吸ってらっしゃる、今は吸ってますね、毎日1時間以上は吸っていて、でその毎日続けるようになったのが去年の11月頃からなんですね、ほうほうほう、で私が自覚したのは今年の花粉症がひどいっていうニュースを見たんですけど、私花粉症だったのにニュースを見るまで知らなかったんですよ、10年に一度の当たり年だったからね、そうなんですよ、今年はね沖縄ないんでね、気づいてなかったんです、花粉症がないっていう、沖縄花粉症ないからしかないでしょ、そうですよね、リスナーのねこっち沖縄で聞いてらっしゃる方々はちょっとよそごとのようには聞こえると思うんですけど、東京あたりね自分も長いこと住んでましたから、うん、もう大変ですよ、ね、もう2月ぐらいから東京もだんだんね、だからその早くなってますね、早くなってます、ね、今年特に早かったです、うわ、いやいや、その上さんは花粉症がひどかったんですよね、去年まで、ね、症状が毎年毎年ずっとひどくて、箱ティッシュを持ち歩くぐらいひどかったんですよ、うん、ポケットティッシュね、そうなんです、ポケットティッシュ足りないので箱ごと、はい、箱ごと持ち歩かなくてよくなったのでよかったね、はい、それはすごい、まあ、僕もそうだったんですけど嬉しいですね、僕も8年前から全く花粉症が出なくなりました、いやちょっとプチやっとこうかな、うそうんうんうんみたいな本当の話だそうなんですけども、これちょっとねうちなんちの方にね沖縄の方にちょっと本当別個という言い方も変なんですけど、なんでですか、自律神経血流が良くなると自律神経が整うんで、うん、アレルギー反応が出づらくなるっていうふうに言われてますね、そっかアレルギー性鼻炎って言われてました私、そういえば、もうとにかく泣けてくるんですよね、そうですね、涙が止まらない、止まらないですね、うわ懐かしいな、うん、ひどかったです、あなるほどそうですかね、ちょっといろんなねまたエピソードもお伺いしたいんですけど、一旦 CM 行きましょうね、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、
体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のはね、いやいやいや、ちょっとねドキドキしてきました。今ね CM の間ちらっとお話しいただけそうなお話を聞いてたんですけどもね、はい、5月の28日の日曜日ね、ここは FM 議論からお届けしています。私パーソナリティの土井秀人と、ね、WO イーストドクター水素ボトルの北条正弘さん、それから今日はメイさんね、お迎えしてお届けしておりますが、メイさんね、はい、他にもね、お母様以外にもね、このドクター水素ボトルで、まあ、結びついたというかご縁のあったというかね、方がいらっしゃるということで、はい、その方ちょっと簡単にご説明というかしていただいていいですか。はい、うん、私の友人なんですけど、まあ、その子が高校でしたかね、そのタイミングで子宮頸がんの予防接種を受けたんですね、うん、その時推奨されてたんですよ、子宮頸がんの予防接種が。私ももちろん打ったんですけど、そのタイミングでその私の友人が、うん、副作用がすごすぎてもう寝たきりになってしまってたんですね。でお見舞いにも行ったことがあるんですけど、それからしばらく会ってなかったんです。うん、私も東京に出てきて、でその後もどこにいるかも今は分からない状態だったんですけど、社会人というか社会人になってからは知らないんですね、うんうんうん、どうなってたかは知らなかったんですけど、この北条さんからその今広島にいる私と同い年の女の子がいるんだけどっていうお話を伺っていて、再生不良性貧血の方だったんですね、うん、でよくよくお話を聞いていくと、小中学校の同級生の子と同姓同名なんですよ。もしかしたら知り合いかもしれないってことで、社長に出身を聞いたんですよ。熊本出身なのは分かってたんですけど、その熊本も広いじゃないですか、そのどこの子か分からないので一応聞いてみたら、小中学校の同級生でしたね。さあ行ってみましょうね、皆さんに声を揃えて嘘のような本当のじゃあ何ですか、今 WO イーストね、この、販売をしている、ね、会社で今メイさん働いてらっしゃるわけですね、はい、うん、で働いてらっしゃって皆さんにいいものだよってお勧めしながらなんだけど、北条社長との出会いの中でもうね、すごいですね、すごいですね、ね、そのそう、上野なっちゃんは広島で大学を出て、うん、でそのまま広島に住んでらっしゃる子なんですよ、うん、で再生不良性貧血を押して説明会に来てくださって、まあ、そこから僕はね交流が始まったわけですけど、うん、その話をね、もともと熊本出身だからって言って、うん、めいちゃんにしたら、うん、何気なくね、そうさっき出てきた話になったわけですびっくりですよこっちも本当にねだって別にね喧嘩別れじゃないけど、はい、ありますよ、僕も同級生どうしてるみたいな、あどこかなってね、よくどっか分からなくなったままで元気かなってたまに思い出すよ、それが大都会東京で、はい、うん、こう結びついて、そしたら去年ですもんね、電話で、うん、ね、出てくれて9月11日の回ですよ ね、それももちろんね皆さんすごく聞いていただいていて、うん、この番組では結構有名人になっている、ね、上野なっちゃん、うん、YouTube の再生回数すごいですよ。あ、そうなんですね、うん、ね、確かに、まあ、ご病気というかね、大層辛い期間と症状とっていうのもう、ね、ラジオを通して私も伺って、もうお名前とかね、お顔たちは全然ね見てないしわからないんですけど、もう想像の域なんですよ。でももうやっぱりね、たくさんお話も聞いてましたから、その大人たちのいや本当驚きです ね水素って王女さんはこういうなんかね引き寄せるんですよ ねすごくいい人たちを本当ね、
だから本当不思議ですね、仕事していてね。そうですね、メイちゃんもすごくいい子でね、仕事頑張るしね、すごく信頼してますよ。ありがとうございます。ね、このラジオ内でね、あのラジオの番組の中でこう素敵なね、まあ会社という組織チームの中で働いていらっしゃると思うんですけど、僕ちょっと北条社長からちらっと聞きましたけども、はい、看護師さん、はい、はい、資格は持ってますね。はい、ただ結構ね、体のこととかね、まあこの影響というかこの体験すると、はい、というようなこともかなり、私なんかより専門家です、ね、でこっち国家資格持ってるわけですから、ね、国家資格なんですよ。すごいですよ。おそう、ね、それだけ勉強されたってことだから、ね、はい、すごいですよ。今どうですか、あの月並みな質問ですけど、あの、はい、やりがいとしましては。あ、とてもありますね。やっぱりその自分の中で理解がしやすいですし、もともと勉強してただけあって、うん、あ、その入ってくるのが早いですね、やっぱり。なるほど。水素も早いけど、知識も早い、理解も早い。いや、素晴らしい出会いですね。はい、でちなみにね、あの僕ちょっとごめんなさいね、想像してこの上野夏実ちゃんとでは、あ、お会いできては、この間お会いしましたね。お会いして本当に久しぶりに、彼女東京来たんでね。あ、そうなんですね。はい、この沖縄に飛行機にで飛ぶために、うん、今ね、あのちょっと結構あの病気で苦しまれたことがあって、あの密閉空間とか苦手なんですよ。あ、なるほど。それで新幹線でまず東京に行ってみるっていうチャレンジがあったんですけど、で来まして、まあ、めいちゃんともお会いしたり、まあ、いろんなことして、まあ、あの広島に帰ってったんですが、なんとね、再来週の回には多分ラジオ出ていただけるんじゃないかなと思っておりますので、沖縄にいよいよ来る準備が整ってきたと、いうことで。素晴らしいですね。広島から約4時間足らずかな、新幹線は。そうです ね、だからまあ乗ってる時間はね、飛行機の方が短い、はい、飛行機の方がちょっと怖いらしいです。そうです、ご本人曰く降りれないですもん ね逃げ場がないって言うんです。なるほどねとは思ったんですけど、でも飛行機って墜落めったにしないからって言ったんですけど、そういう問題ではなくてみたいな。まあでもそんなね、お話をこう自然にできるような状態にね、変わってきてますからね。本当に良かったです ね本当にすごいですよ。もう ね生々しく語ってくれましたもんね。僕一番体辛い時から僕も見てるので、本人からしたらね、一番ひどい時、あの写真もありますけどね、本当に死斑って言ってね、もう紫色のあざみたいなのがもう体中に至るところにちょっとぶつかっただけでそういうのが出たりとかしてる頃からですからね、水素吸い始めて。今むちゃくちゃ元気ですから、ね、血液の大きな病気でしたから。そうですね、なぜかお医者さんにもう何でしたっけ、寛解って言われたんです。寛解って言われたんです。もう来なくていいよ。うっそーんっていうね、本当の物語をね、お持ちのね、上野さんに、 いよいよ沖縄でお会いできるといいなっていうところですよね。ちなみにメイさんは入社されてどれぐらい経つんですか。入社は2月ですね。そうですね、正式に入ったのは2月です。そうですか。じゃあまさに何て言うんでしょうね、別に営業同行ではないですけれども、そういったエピソードとかいろんな方のお話聞くだけでなんか、ね、面白いですね。興味深いですよね、きっとね。いや、これからいろんな人に会われていくわけですね。そうですね、説明会、ね、まあね、体のことは逆にね、一番仕組みはもうプロですから知ってるわけですから。水素はそういうこう理論的にきちんと理解できるものなので、うん、ね、そうやって学んだ人が水素に触れたら絶対に近いですよ。なるほど、なるほど。はい、それでは一旦 CM 入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のは
ね、お届けしておりますのは私パーソナリティ土井秀人と、WO イースト、ドクター水素ボトルの北条正弘社長と、ね、今日はその社員として大活躍、されているメイさんが久々の久々んちょっと久しぶりに沖縄にねお仕事も兼ねて来られたということ で、ね、もうアロハがお似合いでね、カリウシっていうよりどうしてもね、アロハみたいな感じで、アロハよりこれ多分、ね、あのうちなんちの、ね、方が見たら100人が100人ともあ観光客だって言われるパターンですけどもいいですよねはい、はい、そうですか、メイさんそのやりがい確かにね、そういったあのご病気のことに理解が深いと、うん、まあ何でしょう、興味を持たれた方にねご説明というかしやすいとは思うんですけど、そうですね、あの血流をね、はい、今の体験会でね、うん、あの今度もねこ の放送の後、次週ですね6月のね、3日とか4日にあの宜野湾市やここね宜野湾市のバルナバハウスであったりあのティルルというところでね、体験説明会予定してるんですけれども、じゃ あのモニターで血流を測ってっていうのもご自身もされたと思うんですけど、はい、あの来てらっしゃる方のご覧になりました何人か、はい、うん、あれは例えばメイさん的にですよ、あれを見た時にこの方血流がこんな感じだから、うん、こんなひょっとして表情、ね、ご病気をお持ちなのかなとか、うん、そういうのってちなみにある程度分かるものなんですか？なんとなくは分かりますね。確定はやっぱりできないんですけど、やっぱり、ね、あの診断めいたことは言えないんですよ、うん、薬事法上、うん、だから分かっててもなかなか言えないんですけど、こういう傾向性は気をつけた方がいいですねぐらいのことですね、そうですね、言えるのはね、医者ではないので、はい、診断はできないですね。そっかそっか、そうなんですよ、そこはね悩ましいところ。そうですよね、よくね、あの本庄さんがちょっと冷え性気味なとこありますなんていう、なんか会話のね糸口になるような、だからそこで、はい、それこそねおっしゃるように診断じゃないから、血流測って、うん、あなたねノーそうってわけじゃない、病気になりますとかねそういうことは言えないです、 ですね、うん、でもあれって僕もだいぶ前にね実際目の当たりにっていうか自分のもそうですし、あのかなり多くの方のね見させていただいたんですけど、お医者さんやってないじゃないですか言ったらあれをね、どう思いました、僕後ろで誰のやつもこうやってワクワクしながら見てる人によって全然違いますよね本当ね、ね、本当に。でもね、私お医者さんの血流何人も見てるんですけど意外とね医者の不養生なんですよ先生大丈夫ですかわかるんか君はとか言われてね、いや分かりますよって言って、いや一応2万人ぐらい見てるんだよ私こう上手になってきちゃいますね、お医者さんもね、あのお医者さんのね、あの扱いって言ってあれですけども、そういったお気持ちもねあると思いますけど、いやいいですね、なんかあのメイさんのこれからの活躍が楽しみ、活躍というかやっぱりなんて言うでしょう、客観的な、ね、目線と、ね、まだまだこれから楽しみであろうご経験と、それからまあ強力なというか素敵な素敵な同級生のエピソードも丸ごと抱えながらっていう意味ではすごいですね、はい、皆さんどうでしょうかね、はい、皆さんの中にもね嘘のような本当の輪ね、ということでそういったお話もあるかもしれません。またこの番組でね実際に、ドクター水素ボトルを、体験された方の本当の、ね、お話、うん、そういったものを毎週お届けしておりますと、私自身も気づきが多くてびっくりするようなことがあります。ぜひね、体験会、無料体験会ね、今月の6月の3日、バルナバハウス検索してくださいね、バルナバハウス、はい、6月の4日、那覇市のティルルですね、で行ったりします。大体お時間、午後、お昼ぐらいから予定しております。問い合わせはぜひ、ね、メールでも結構ですが、もうお電話いただいても大丈夫そうですね、はい、FM 宜野湾までお問い合わせください。というわけで、はい、ありがとうございました。今週も北条さん、メイさん、さようなら。どうもありがとうございました。